こんにちは、矢沢健一です。今日は2試合をお送りします。甲子園の阪神対中日戦、そして横浜スタジアムの DeNA 対巨人戦です。まずは甲子園の阪神対中日戦。甲子園は、無観客試合です。明日からはなんか観客が入るそうですけども、そのゲームのポイント解説をします。4対3と中日が1点リードの展開の中で、7回の裏、阪神の攻撃です。今日の中日の先発投手は小笠原投手でした。6回まで、107球ですか、5安打3失点、まずまずのピッチングで試合を作りました。その7回の裏は祖父江投手が、リリーフに登板しました。阪神は2アウトから9番西に変えて代打原口選手を送ります。原口選手はショートへ内野安打です。まあ2アウトからですけども、代走に熊谷選手が起用されます。中日は阪神の1番近本選手、そして2番糸原選手と左が続くことで、すぐにですね、祖父江投手から、副投手にピッチャー交代します。近本選手の初球でした。熊谷選手がスチールをしました。そして近本選手がフォアボール、2番の糸原選手が打席に。糸原選手にはワンボールツーナッシングと副投手は追い込みます。追い込んだボールはスライダーでした。まあそれを空振りしたんですよね。で次に同じスライダーが真ん中やや外目に、それも低めに、来ました。糸原選手の手が伸びる範囲でした。それをライト前にちょっとこう泳ぎながらライト前にタイムリーです。2アウトから4対4の同点になりました。阪神の、負けがなくなった9回裏、中日は抑えのライデル・マルチネスをマウンドへ送ります。先頭の梅野選手が初球の153キロのボールを見た後、2球目でした。三遊間を抜いたヒットで塁に出ました。そして梅野選手の代走に上田選手、この選手も足が速いですよ。8番の中野選手の2球目に上田選手は2投します。セーフになりましたけど、ややそのスライディングがずるっとこうね、うまくベースに入らなかったんですね。そこで中日からリクエストが、しかし判定の結果、セーフになりました。そしてノーアウト2塁となって中野選手がバントします。そのバントがキャッチャー前にポトンと落ちました。それを木下捕手がすかさず取って三塁へ。上田選手の、足を持ってしても余裕でタッチアウトでした。阪神はチャンスを潰したかに見えましたけども、まあ、バントを失敗した中野選手がワンアウト一塁にいますから、中野選手もこれまた足がすこぼるいですから、で9番の代打がこのところ当たっている、ホームランも出てます糸井選手が打席に入ります。そして3球目に中野選手がスチール、もう悠々セーフでした。マルチネス選手のセットポジション、ちょっとホームの大きいセットを、まあ、かいくぐって2投成功です。マルチネス投手の、モーションを、見事に盗んでですね、中野選手がスチールです。もう阪神のベンチは、矢野監督はスチールスチールスチールと、ここで、機動力を駆使してきます。しかしですね、糸井選手の打った打球がセカンドライナーです。阿部選手が取ってすぐに京田選手に、渡してダブルプレーです。阪神は7回に追いついたものの、
この試合は引き分けとなりました。ただこの試合はですね、西投手の状態が悪かっただけに、今日は西投手は7回6安打4失点、122球も投げました。ボールは高めに随分浮いてましたけども、それを捉えることが中日は、できませんでした。特に4対3とリードした中日の5回の攻撃でした。先頭の大島選手がフォアボールで出ました後ですね、京田選手が、バント失敗、バント失敗の後、打ちに出て内野ゴロ、ランナーが入れ替わって、そして3番のガーバー選手が、フォアボールとワンアウト二一塁の、チャンスでしたが、4番ビシエド選手がちょっと高めに浮いた、チェンジアップをセカンドフライ、5番の高橋周平選手が、フルカウントからセンターフライに倒れてですね、西投手を攻略できなかったんですよね。この回でマウンドから、引きずり下ろすチャンスでしたけども、7回まで西投手は悪いなりに、しのぎましたね。この5回追加点を、取れなかったのがやはり中日は痛かったですね。甲子園球場の、阪神対中日戦は4対4の引き分けでした。続いて横浜スタジアムの DeNA 対巨人戦をお送りします。先発は DeNA が大貫投手、そして巨人は戸郷投手です。6回を終わって2対2の同点。戸郷投手は6回116球5安打2失点、大貫投手も6回84球、省エネ投球ですよね、84球5安打2失点です。 DeNA は7回からエスコバー、山崎、そして最後に抑えの三島につないでいきました。9回表、三島投手は今日ホームランを打っているスモーク選手を三振に打ち取ります。そして6番今日セカンドに入っている若林選手が打席に入りました。初球インサイドへのストレート、それがキャッチャーの峰井星が外へ構えていたストレートの要求でしたけども、逆球でインサイドに来ました。そして次は外へのボールでした。ワンエンドワン、3球目に来たのはまた初球と同じようなインサイドでした。これはバッテリーが狙ったインサイドです。それを見事に若林選手が脇をちょっと締めながら、そしてライトスタンドへ持っていきました。見事な今季第1号ホームランです。巨人のベンチは大騒ぎです。まさか打つとはこんなこと言ってはいけませんね。若林選手の素晴らしい一打です。そして続いて7番の吉川選手、4月28日以来の、ショートスタメンです。坂本選手が、怪我をしましたんでね、吉川選手もここは頑張らなくちゃいけないですね。その吉川選手もですね、ワンボールからのどうですかね、真ん中からちょっと外めのスライダーですかね、それを左中間ですよ、左中間に放り込みました。今季第3号のホームランです。これで4対2ですね。一気にこのホームラン攻勢で DeNA を引き離しました。巨人はですね、菅野投手が離脱し、そして坂本選手が怪我によってですね、どのくらいの期間、休んでしまうか分かりませんけども、その分、若林選手、そして吉川選手が活躍しました。
でなお7回からリリーフ陣が野上投手、鍵谷投手、最後を締めたのは、左の中川投手でした。今シーズン初セーブです。しかしこうしてチームが窮地に立った時にですね、チーム全体が一体となってですね、勝利をもぎ取ったような試合でした。まあ、DeNA は5回に2対2とした後ですね、チャンスがありながら牧選手と外選手にタイムリーが出なかったのは残念ですね。ここはですね、戸郷投手から、もう1点でも、取ってほしいところでしたね。今日はですね、甲子園球場の阪神対中日戦と、そして横浜スタジアムの DeNA 対巨人戦をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。